世界一難しい恋が次回いよいよ最終回を迎えます。これまでのシーンを振り返って胸キュン度に点数を付け合いたいと思います。第1話から美咲の元彼がベルギー人のガブリエルだった。彼氏がいるそうです。しかも相手はベルギー人、名前はガブリエルだそうです。ガブリエル。こちら胸キュン度は何点ですか？いやもう分かんない、0点ですよ本当は。だって胸キュンしないでしょ。まあびっくりしましたよね。芝居場美咲とおしゃべりがしたいんだよ。お誘いしたらいいんじゃないでしょうか。俺と一緒に犬の名前を考えてくれませんか？はい。50点です。半々だなって思ったんですよね。プライドが高くて面白くなっちゃったっていうのと、はい、もうちょっとこう素直になったらいいんじゃないっていうので半分50点です。どうして彼女には好きのたった2文字が言えないんだよ。お前が好きだ。70点。え？低い？低いね。最後のえっていうのでちょっと100点からちょっと戻るみたいな、そんなところも可愛いんですけどね、はいはい、キスと言ったら鮫島礼二だ。30点。そりゃそうだわ。美咲目線で見たらもう完全に0点。0点 だ、ね、だけどドラマではちゃんとこうレイさんの努力が描かれてるから、確かに、ね、そこにキュンとするかな。俺はもう一度あんな風に笑ってもらえるのか。会わないという約束だったじゃないですか。すまん。90点。お、不器用な思いがちょっと嬉しいなと思いましたね。レイジ的にも素直に頑張って近づいたしね。素直が一番でした。90点というわけでいよいよ、最終回を迎えますね、はい、最終回の見どころはどこでしょう。キスしますね、うん、社長の愛をね伝えようとしてますし、終わり方もなんかレイジと美咲っぽいっちゃっぽいのかな。小細工をせず素直なアプローチで気持ちがレイさんとミサさんが通じ合う、やっと通じ合うぐらいの、そう、ようやくなんじゃないですかね。嬉しい結末なのか悲しい結末なのか、はい、見届けてもらいたいです ね。見せてくれないか、君がどんな時に夢を描いているのか。お土産にどうぞ。これね、結婚することにしたんで。ちゃんと幸せにしてあげてくださいね。君たちも結婚するのか。彼女にはその言葉本当に信じてもいいんですよね。世界一難しい恋最終回10分拡大です。お楽しみに。